I'm in trouble.
しかないんですけど、氷なしで。氷なしで。氷なしで、すいません。あ、やっぱちょっと。頼むよ。八王子の水は美味しいですからね。でも、ね、いや、終わったら俺も飲むけど、ちょっとね。そんなあの水道水でいいよ。そんな大層なもんじゃなくて全然いいよ。いや、ペットボトルですよ。じゃあもう、1曲目ポッキーウェイという曲でしたけども。よろしくお願いします。
ちょっと僕たち古い世代なんですけども、80年代。はい、頑張ってます。はい。なんか日頃っぽい感じがした。ない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 。俺さ、そういうキャラじゃないんだよ。あ、そうそうそう。ちょっとキャラ今日変わってるな、俺。すみません、すみません。ちょうどね、その若い頃、その世代、でもね、おじさんたちね、その頃
うちの娘に一つ大人。ね、もういい？これもね、セッティングっていうものをしてます。これ99歳の娘これ。でもね、ちょうど今日ね帰ってきたね。でさ、実は今日さ、下の娘の誕生日でさ、すっごい俺今日怒られながらここに来てる。ね、そういうあのこれからね、君たちもね、こう音楽を取るか、こう家族を取るか、ね、こう必ず悩む瞬間がある。俺は音楽を取ったよ。家庭が崩壊する。ね、そうなんですよ。でも北海道大学って頭いいでしょ。じゃあ次の曲いきましょうか。次はジャンコパーターの曲。ジャンキーが西の向こうからやってくるぜっていう。
ちょっと知ってもらってね。次はちょっとあとラスト2曲なんですけども、ちょっと静かな曲で、
みんなをうっとりさせます。わがままジュリエット。すいません、すいません、キャラが違う。
おこてゲスト、いざちゃん。実はあのいざちゃんと、まあ、ごめんあの村本さんもそうなんですけど、あのガンボファクトリーというね、あの8人9人ぐらい の, あの大編成のバンドをやってまして、残念ながらちょっとここ入らないんだよね。残念ながら入れない。いやいや、人数にもらえないも、伊佐ちゃんが入れたのが、あー、そうだよね。じゃあ、そのガンバでもやってます、そのティピティーナーという、こういうニューオーリンズというこの曲という曲です。デフォルト175のキープがThank you.
ました。